はい、じゃあちょっと転換します。よし、で薬を飲ませます。あの時も飲めんよね、さすがに。いいですか、注射器は必ずここに持ってください。注射器ここに持ってください。あの注射器は、あー、ここなんだ。すごいこれ上がった。注射器ここ、こういう電池とかで使ったのはここに。はい、でもまあ出てるけどそんなに大きくなっててないですよね。大きさ変わってないですね。そこそこまで出てるけど、大きくなってないってことは、まあそこそこ治療効果が上がってるってことですかね。かねってかだと思いますね、はい。うん、腫瘍って勝手に大きくなるもんだからさ、はい、体の組織とは関係なしで。あとでさ、卵をちょっと撮影させてください。あ、はい、せっかくだから。これ来る途中に産んだってことですよね。そうですね。はい、これ止める。ちょっとね、はい、形がいびつなんですぐ無精卵が分かります。あ、ちょっと形がこんなんなの、この子たちに。もうちょっと大きいんですよ、その受精卵だと。あ、無精卵と受精卵全然違うんだ、はい、大きさが。もうちょっと大きくて、でそんなへこんでなくて、ちゃんと中がパンパンに張ってます。硬さはこんなん、硬さは柔らかい、まあ、多分産みたてだから柔らかいんでしょうね。ほっといたら硬くなりますよ。あ、でも産んじゃったと硬くないんだ。はい。ごめんなさい、私初めて見るから。はい、ありがとうございました。勉強になりますね。普通はさ、あの産みたてでも硬さはあるんですよ。普通。あ、そうだね。うん、あの例えば亀とかね、はい、鳥とかね。でもそういう例えばカルシウムとリンのバランスが悪い子は、はい、いや、リンが高くてカルシウムが低い子は。柔らかいとかさ、大きくなるとかね、皮が薄っぺらいとかね、相当出にくい、そういう子はいますね。はい、じゃあ戻します。はい。はい。